皆様こんにちは。実習アシスタントの野口です。今日は皆様に企画をご用意させていただきました。コルネチャレンジです。これはコルネを5個作るのにどれだけ時間がかかるかというタイムトライアルです。手際がいいに越したことはありません。今ご自宅で練習できる時間があるうちがチャンスです。コルネの詳しい作り方はポリオ先生の動画がありますので、そちらを参考にしてください。それでは準備をしていきましょう。準備ができました。 A4 の紙3枚を半分にした四角形が6個できます。1枚は練習に使用し、5個を本番に使ってください。テープ、シールでもマスキングテープでも何でも大丈夫です。タイマー、私は iPhone で計測を行います。ルールは5個作ること、実用性のないものは作り直しです。今回は慌てて作るのではなく、実際にいつも授業で作っているスピードで計測をしてみます。それでは早速やっていきましょう。それでは始めます。用意スタート。タイムは47秒02です。こんな感じで皆さんもぜひタイムトライアルをしてみてください。いいタイムが出たら教えてくれると嬉しいです。皆さんの挑戦をお待ちしております。以上、野口がお送りするコルネチャレンジでした。